北海道新聞の五十嵐と申します。今現状の感染状況と、はい、道のレベル分類の関連でお話をお伺いしたいと思います。レベル分類2ですと、道でレベル分類2ですと、例えばまん延防止といったですね、措置を講じることが、はい、検討に入ると思うのですが、現状札幌市ではですね、感染者や患者数はもうすでにレベル2の段階、一方でですね、医療提供体制はレベル1の分類、この中でですね、もちろん道が国に最終的にはということにはなるんですが、市長としてはですね、はい、まん延防止の要請などどのように考えられておりますか。はい、この特にオミクロン株のですね、患者さんの状況を見ますと、やはり軽症無症状の方が圧倒的に多いという状況があります。そういう意味ではこれまでの第5波までのデルタ株と違いましてですね、酸素投与など必要な中等症以上の方の割合が非常に少ないという状況がございます。そういう状況の中でですね、いろいろな行動制限をお願いをしていく時の考え方として、やはりこの医療提供体制、医療の逼迫状況というものを重視していくということが国の基本的対処方針にも示されており、道のレベル移行への基準ということにもなっております。で、感染者数は非常に増えておりますけれども、先ほどお話を申しましたように、現状においては、この病床使用率について、10% ということで、移行の目安である 20% を下回っておりますし、重症者の数も今、ゼロという状況になっております。ですから、この今後はですね、この病床使用率というところについて、注視をしていきたいというふうに思っております。で、当然のことながら、この 20% という目安に近づいてくればですね、この何らかの行動制限をお願いをするということ、まん延防止等重点措置への移行ということにも協議をさせていただくことになろうかというふうに思います。で、今、北海道の方のこのレベルの移行のときにですね、こういった数字がすべて超えて、さらに2週間程度継続して感染者が増えた場合というふうになってますが、このオミクロン株の速度、感染速度は非常に速いので、2週間待ってというところについてはどうかなというふうに思っております。そういう意味では、この病床使用率が 20% を超えたらですね、直ちにまん延防止等重点措置を要請をしていただくというようなことを含めて、北海道と今後協議をしていきたいと、このように思っています。分かりました。そしてそれを踏まえてですね、はい、今まん延防止や行動制限の話もあったんですが、2月5日からですね、はい、札幌雪まつりが開幕されることになっておりますが、はい、このまま、もちろん感染状況次第によると思うんですが、雪まつりの開催についてですね、はい、このまま開催するのか、もしくは中止などを検討するのか、それ今の時点での考えはどうでしょうか。はい、今日時点では、現時点ではですね、先ほどまん延防止等重点措置等の行動制限をお願いするという状況にありませんけれども、感染状況で、オミクロン株への移行というのはかなり進んできているという状況からしますと、これから来週以降、1月末、2月にかけてですね、かなりの新規感染者数というものは増えてくるということを想定をしておかなければいけないというふうに思います。で、当然医療の提供体制の数字がですね、その基準を超えるということになれば、まん延防止等重点措置の適用ということになりますので、その段階では明らかにこの開催というのは難しいだろうというふうに思いますが、この状況で今、病床使用率のところはそこまで言っておりませんけれども、今後の感染拡大というようなことを、状況を踏まえるとですね、通常開催ということはなかなか難しくなるのではないかということを考えております。それで、実行委員会の方にはですね、こういった感染状況を踏まえて、場合によっては、無観客、昨年やったようにオンライン開催、こういったようなことも含めて、感染の状況を踏まえたですね、対応を取っていただくよう要請をしたところであります。今、実行委員会の方でもですね、今後の対応について協議をいただけるものというふうに思っております。すみません、今の話ですと、はい、
現時点では中止ではないですが、はい、開催難しいというふうに今現時点で中止ということの状況ではないですけれども、感染状況が今後拡大していくということを踏まえると、当初想定をしていた観客に見ていただくという開催が本当に可能なのかどうか、その場合オンライン開催なども含めて感染状況を踏まえた対応が取れないのかどうか、こういったことについて検討いただきたいという要請をしたということです。わかりました。すみません、次話があって、はい、次で最後にしたいと思うんですが、政府がですね、濃厚接触者の定義について、変更する方針を掲げました。まあ、基本的には短縮であったり、無症状であれば検査をした上で、まあ、医療従事者は出勤できるようなんですが、この対応についてですね、市長、どのように評価されておりますか。はい、やはりオミクロン株の性質ということを踏まえた対策を取っていかなければいけないというふうに思っています。で、まあ、現状では、発症までの潜伏期間であるとか、あるいはその症状が回復をして感染を広げる可能性というのは、従前のデルタ株、アルファ株よりはですね、非常に短くなっているというふうな報告があります。で、そういう意味では、濃厚接触者で今2週間、何らかの形で行動制限ということになりますと、実態を超えてですね、ちょっと長いという状況、それから、例えば医療従事者などで、濃厚接触者になったときに2週間出勤できない、対応できないというようなことになると、いわゆるそのエッセンシャルワーカーの方が出勤できない可能性という、まあ、これは世界的にも、まあ、沖縄の例でもそういうケースが出ておりますので、正しくオミクロン株の性質というものをご判断いただいた上で、濃厚接触者の待機隔離期間が短くなるということについては、そういう議論がされるという状況かなというふうに思っております。実際いろいろな例えば濃厚接触者が多くあることによっていろいろなところに支障が出るということがあってはいけないのかなと、こんなふうに思っています。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、岡山新聞平岡です。細かいところですいません、はい、雪まつりの関係で、はい、オンライン開催等々検討できないかということを、実行委員の方に諮られたということなんですけども、これは今日申し入れされたということですか。はい、ありがとうございます。これまた話が全然変わるんですが、先ほど の対策本部会議で、感染状況がより悪化した場合ですね、その疫学調査等々、保健所の業務優先順位を決めていって最優先すべきものを、絞り込んでいくと。でもその場合、その今は現状行われているその疫学調査なんかを、高齢、福祉施設ですかね、そういったところに限定していくというような言及が担当局長からありましたけれども、これはそのこういった場合に切り替える目安というか基準というかですね、どういった場合に切り替えるのかというような目安みたいなところだとか、あと繰り返しになりますが、そういった対応を取る狙いというのをもう一度お答えいただけますか。はい、まず保健所の体制を増員する、強化するということで、これまでもその感染者数、例えば1日の感染者数が100人超えたら200人超えたら、それぞれの応援のフェーズを増やしてきています。で、最大でだいたいこの応援職員を1000人レベルまで持っていくということで、すでに準備をしているわけでありますけれども、例えばその状況であってもですね、いろいろな対応がつかなくなるということも想定をしておかなければいけないということで、仮に最大値の応援体制を取ってもいろいろなことに支障が出てくるということになれば、業務をやっぱり重点化する、優先
順位をつけてやっていかざるを得ないということが一つの今日の報告だというふうに思います。でその時に、今オミクロン株での感染の状況というのは非常にこう、比較的軽症の方が多いということがありますので、自宅療養されるケースがですね、やっぱり増えてくるということを想定をしていかなきゃいけない。そうすると一番重要なのは、いち早く、感染、検査が結果が出たらその方にお伝えをして、例えばその濃厚接触の方とか、ご家族でいらっしゃればそういった方々にも検査をしていただくだとか、まず本人の通知、それと入院が必要な方は入院、それで自宅あるいはそのホテル療養でいい人についてはそちらに留まってもらうという、そういう連絡をまずするということと、それから、自宅療養なりホテル療養の方の健康観察ということですね、症状が急変しないかと、そういうところにもう最後は重点化をしていかなければいけないということです。まず命を守ると、医療につなげるということを最優先しなければならないフェーズが来るかもしれないということを想定をしておきましょうということです。でいつから今直ちに、健康いろいろな例えばその疫学調査というものをやめるということではなくて、今個人の調査というのは当然するわけでありますけれども、集団でこう集団感染が起きた場合に、その日常的な何でしょう、ゾーニングの仕方がどうかとか、感染経路というのはどこに注意をするかということで、かなりその事業所なりに職員が入り込んで対応を取ってます。でそれは例えば一般の企業で起きた場合、オフィスで起きた場合もそういう形を取っていましたけれども、そういった事業所に入っての感染対策を強く取るのは高齢者施設とか重症化リスクの高いところに限定をしていかざるを得ないということです。ですからまずその命を守るということを最優先した状況で仕事を切り分けていくという考え方であります。ですから何人になったらどうかということ、先ほど申し上げましたように最大限応援体制を投入すると、でその上でもそれでカバーしきれないということも想定しておかなければいけないという状況でご理解をいただければと思います。他にございますでしょうか。北海道新聞の水野です。コロナ対策の関係で今日は中学校で始業式あってですね、来週には小学校の始業式あると思います。学校道外だと学校のクラスターなども出ているようなんですけども、分散登校など含めてですね、学校での対応についてどうお考えでしょうか。基本的に学校の場合これまでも対策を取って、一人でも感染者陽性者が出れば学級閉鎖などで早期にそこの部分だけを閉じるという対策を取ってきました。基本的に学習の部分をですね、止めない、学校生活を止めないということを基本としておりますので、現時点ではその基本的な対策というのはこれまでの対策と変わらない。ですから分散登校なり休校というようなことは考えておりません。でそれはやっぱり学校、特に小学校中学校ではですね、マスクの着用っていうのを徹底してます。給食を食べるときもみんな向き合わずに黙々と食べてもらっているということで、子どもたちの対応はやっぱり特にマスクを外しての会話の場面とか食事飲食の場面というのは相当注意をして子どもたちしておりますので、その上で大幅にその感染が拡大をするという状況は、現時点では考えていないので、まずはその感染者陽性者が出た場合にはそのクラスを止める、あるいはその複数出てれば学年止めるという対策を基本的にしていきたいというふうに思っています。
ございます。次は3回目のワクチン接種の関係で、はい、国の方が前倒しをですね、次々、自治体の方に求めているような状況だと思うんですけども、これまでもありましたけれども、一方でそのワクチンの配送見通しについては、はい、国から十分に示されているというふうにお感じになってますでしょうか。いや、これはですね、これまでも何度も、先々の供給スケジュールを早く示してほしいということは申し上げています。で、現時点でその2月までの配送についての配送量というものは示されておりますが、3月以降は示されておりませんし、また昨日の厚労省の通知の中でもですね、配送スケジュールは変えないので前倒しを検討してくれということで、ちょっと矛盾してるんですよね。なのでこういうオミクロン株が拡大をしてきている、本当にスピードが速いということからすると、できるだけ早く3回目の体制というのを作っていかなきゃいけないというふうに思ってますけれども、やはりそれに見合う供給、あるいはその北海道からの配送というようなことが的確に行われてこないと、それはうまく進みませんので、改めて、どういうふうにすれば、どの状況まで前倒しができるのかということを検討しつつも、今のところはその3月以降についての前倒しということです。ですから2月までの状況、さらにそれを前にできるかどうかという検討をしますし、その場合の供給あるいは配送スケジュールというものを確認をしていきながら進めていかざるを得ないと、このように思っています。他にご質問ございますでしょうか。北海道建設新聞社の佐藤と申します。大雪に関してだったんですけれども、夕方 の連絡会議の中で排泄運搬についての報告があったと思うんですけれども、現時点で2割程度の実施済みということだったんですが、今後いつまでにどの程度を終えたいとか、そういった見通しはありますでしょうか。やはり道路幅を確実に確保していくというところでありますので、その運搬排泄をすべてできる状況かというと、なかなか難しい状況だというふうに思います。で、まずはその主要幹線であるとか、バス路線であるとか、それから来週から学校も始まりますので、その通学路、こういったところの除排雪ということをまず優先をしていくという状況になると思います。ですから、排雪が可能な計画というのを進めていきますけれども、それだけでは多分追いついていかないので、その場合は拡幅をして道路幅を確保するという作業を優先して、来週中にはですね、その主要幹線とバス路線などについては道路の幅員確保ができるようにしたいと、このように思っています。じゃあ、もう一点だったんですけども、今シーズンの除雪予算についてだったんですが、近年の小説傾向を踏まえて、その上で今年今シーズンについては予算編成されてたと思うんですけれども、今回の大雪の対応を含めてですね、現状のこの予算の執行の状況というのはいかがでしょうか。現時点での執行状況は3割ぐらいの執行率というふうに報告を受けております。ただ例年今頃の時期であれば3割までいってませんので、今後の降雪の状況にもよりますけれども、現状ではかなり例年よりも予算執行の状況は高まっているということですし、先ほど申しましたように、除排雪などもですね、量も非常に多くなってくるので、現行の予算を、今後の振り方にもよりますけれども、オーバーをするということも想定をしておかなければいけないということで、補正予算の対応検討ということについても今指示をしたところです。じゃあ、今後の状況を踏まえながら、その追加するかどうかというところを見極めるというような形でしょうか。分かりました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい。
朝日新聞の佐野と申します、はい。2030年の冬季札幌五輪招致に向けた子どものワークショップなど その市民対話、はい、今月末から始まると思うんですけれども、コロナの感染の急拡大ですね、こういった五輪招致イベントについてはどう対応されるのか、延期などもお考えでいらっしゃるのか、お聞かせいただければと思います。はい、子どものワークショップなどのワークショップはですね、オンラインでの実施ということを想定しておりますので、感染が拡大した状況でも実施できるかなというふうに思います。で、一方で、シンポジウムだとかですね、それから出前講座というのは、対面で行うということになりますので、感染状況によっては難しくなるケースも出てくるかなというふうに思います。そういった場合に、できるだけそのオンラインの活用を含めてですね、できるだけ実施をしていくことを考えていきたいというふうに思っています。他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは、本日の臨時記者会見を終了させていただきます。お集まりいただきましてありがとうございました。